はい、ホールセールプロダクト開発部に所属しています総と申します。主に事業法人、機関投資家向けのサービスの企画検討とプロジェクトの推進を行っております。弊社はですね、暗号資産取引所として、初心者から上級者の方まで暗号資産を売買できるような安心できるプラットフォームを運営しておりますが、事業戦略本部はプロフィットセンターになりますので、口座開設数であったりとか暗号資産の売買高のですね、KPI を達成するために、個人法人向けのですね、サービスをどんどんアップデートしていくっていうことと、暗号資産ブロックチェーンのですね、技術を活用した新しい取り組みみたいなことをどんどんやっていく部署になっております。中澤と申します。マーケティング部に所属しております。入社理由は大きく2つあるんですけど、1つは暗号資産といったところのプラットフォームっていうのは、今後5年以内にもっとカジュアルで普遍的な存在になるだろうなと思っていて、その中で僕の今までのキャリアっていったところを発揮したいなと思って入社しました。大和です。クリプトスタテジー部で副部長を担当しております。現在暗号資産の新規取扱いに関わる調査や取扱いに関わるプロジェクトマネジメント、また暗号資産、ブロックチェーン、NFT といった Web3 領域のテクノロジーを用いた新規事業の創出を担当しております。皆さんのお人柄の良さであったりだとか多様性を受け入れる文化というところに共感して入社を決めました。マーケティング部の小野と申します。マーケティング部の中で広告運用であったりとか、あとキャンペーンの施策であったりとか、あとは外部に対してのちょっとセミナーみたいなところも最近のところではやっております。まず初めにこの会社に来て、静かなオフィスでありながらも周りの人間を巻き込みながら、フレンドリーに楽しく仕事をやっていきたいなというふうに思っています。経営層との距離も近く、自分の意見を言ってもしっかり汲み取っていただける環境だと感じています。またクリプトストラテジー部では日々、雑談も活発で和気あいあいとした雰囲気だなと感じています。フィットフライヤーは海外にもオフィスがあるので、外国籍の方との交流も活発です。また日本のオフィスの中にも外国籍の方がいらっしゃるので、そういった外国の文化と触れ合いながら仕事をできるというのは非常にユニークだと考えています。で、暗号資産の会社はですね、これから業種としても、伸びていく会社ではありますし、このビットフライヤーという会社もですね、この業界の中でも一二を争っている会社になりますので、いろんなチャレンジをしていくっていうところでやっていくことっていうのが、あるかなというふうには感じています。やっぱりスペシャリストがみんな集まってきてるなと思っていて、僕もこの業界は本当に初めてに近いんですけど、その中でもいろんなことを聞けば教えてくれる方だ、すごいいい感じの雰囲気だなと思ってます。はい、我々のプロダクトは多くのお客様にご利用いただいているので、一つ一つの業務の結果が大きな反響を呼びます。 2C も 2B も力を入れていて、ジェネラルパブリックなユーザー様もまた企業様もお客様です。そういった多くのお客様にとって良いインパクトを残せて、また良いフィードバックを見聞きした時にやりがいを感じます。ずっとエンジニアみたいな仕事をしてきて、この会社に来て、マーケティングっていう、新たなスキルっていうのを覚えることができましたので、もういろんな仕事ができるっていうところで、かなりやりがいを感じています。何歳になっても挑戦できてしたいなっていったところもですよね。なんでエンドレスにその挑戦をやり続けられることができる、ある意味やりがいなのかなと僕の中では思ってます。はい、ビットフライヤーでは広く Web3 領域の知見がたまるだけではなく、暗号資産領域全体にとって、また社会にとってインパクトのある仕事をすることができます。またクリプトストラテジー部では企画職として PM や PDM といったスキルを高めていくことが可能です。マーケティングを初めてやられるような方に対しても、ここの会社に来ていただくことでいろんなマーケティングのスキルを覚えることができます。新しい領域においては本当に何もないので、そこを自分で作っていけるっていったところは魅力になるのかなと思っています。暗号資産ブロックチェーンに強い関心がある方、また金融機関でですね、業務された方、ぜひ一緒に働きたいです。今ですね、国内では多くの事業法人が Web3 のですね、サービスに参入している中ですね、それらのニーズをうまく捉まえて、サービスを一緒にアップデートできる方、また業界を一緒に盛り上げていける方、ぜひ一緒に働きたいです。